これ見せるとでも俺実は11月24日が記念日じゃないってことがちょっとバレちゃうんだけど。え、初めて実況動画投稿してんの11月7日なんだよね。こんなところで変なカミングアウトというか嘘バレ。でもこれはもう消えたものだから、なかったものになってるものだから。切りますか。あ、お願いします。覚悟はできてますか。何覚悟って。俺と共にこれを見る覚悟ができてますかって聞いてますが見てやろうじゃねえの。まあでも言うてでも非公開にしたけど、うん、1637再生されてるから偉いよね俺結構。あ、なんで俺7時51分に投稿したんだろう。朝の7時51分。マイリス3コメント228、結構ついてるの。2008年って高校生。高2。うわ、俺高2の7個の実況動画見んの今。そうだよ。覚悟はできてるかい。やべえ、ちょっと半端な覚悟だった。これすごいことだね。朝学校行く前だこれ。確かにやば。朝学校行く前に投稿してウキウキで帰ってきた記憶あるわ俺。どうなってるかなみたいな。ではどうぞ。うわやばこれ。お付き合いください。だって両親がね、早く準備しないと遅れるよみたいな、今行くみたいな感じで最後ポチってアップロードして、お願いします。もうね君使えないわ明日から会社来なくていいから。そんな諦めるなよ。諦めんなってどうしてここでやめるんだよ。できるできる、もっとやる。こっちの問題だ。ちょっとこれきつすぎてスピーカーが一回スピーカーがね、スピーカーがきつすぎて接続を解除してるのよ。ちょ大丈夫覚悟できてる。いや俺ちょっと今ちょっと待てボタンめっちゃ欲しいなこれじゃ待てーって言ったら止めるから。オッケー、いくよ。もうね君使えないわ明日から会社来なくていいから。そんな諦めんなよ。諦めんなってどうしてここでやめるんだよ。できるできる、もっとやれるってやれる気持ちの問題だ。だからこそのネバーギブアップ。ちょ待てはい、どういうオチそれだからこそのネバギブ、だからこそのネバギブアップ、ね、名言出たじゃん。いやーパ違うね。15年ゲーム実況を続ける男の出だしは違うね。だからこそのネバギブアップ、ね、だからこそのネバギブアップ、よくわかんない。ネバギブアップしたからこその今になってるわけだから、うん、しかもなんか最初になんか会社員あるあるっていうか、なんか変なコントみたいなの入ったかと思ったら全く関係ないオチというか高校生がこれすげえ生意気なことしてるよな。これで一応思考回路としては、うん、これ、うん、サモンナイトっていうゲームなんですけど、うん、そのサモンナイトの中に出てくる、うん、なんかめっちゃ人気のないキャラクターだけでクリアしてみようっていう試みだったんですよ、うん、サモンナイトを左遷されたやつら、ってことで左遷ナイトっていうちょっと待って待って、そこにも待てボタン欲しいんだけど。左遷ナイトっていう試みで、サモンナイト左遷組の逆襲っていうタイトルをつけてスタートしてるんですよ。へー、なんかちょっとあれだね、公認にしては渋いね。なんかだから正しくはね、いや今俺が当時の当時に戻って今の知識を持ったまま、はいはい、これを実況をやりきれって言われたら、うん、初めに、うん、サモンナイトというゲームには、はいはい、魅力的なキャラクターが多数登場し、あそう、ね、かわいいキャラ、なんとかなキャラ、それを好きに選べるのがこのゲームの一番素敵なところである。しかし、だから そうだよね、その中には、うん、左遷された誰も使わないキャラクターたちがいた。そいつらが今逆襲するサモンナイト左遷組の逆襲からのネバギブアップだったら、そうね、おお、そういうゲーム実況か、
ってなると思うのよ。そうだね、振りみたいな、なんていうか、そもそものね、それだけでちょっと見たくなるでしょ。はいはいはい。それを当時の高2の俺は、うん、ちょっと何も分かってないまま、うん、使えないわ、明日から会社来なくていいからそんな諦めんなよ、諦めんなってどうしてここでやるんだよ。会社もさ、できる、もっとやれるってやれる気持ちの問題だ。だからやっぱ社会のこと分かってねえからさ、ギブアップサモンナイト10キロ左組の逆襲始まれないってそれ左遷組がなんか諦めんなよみたいな、そういうことなのかなまあ思考回路はそうなんですよね。あ、はいはい、これちょっとあの今3人いるんですよ。これあの聞いてほしいんですけど、もうね君使えないわ、明日から会社来なくていいから。これあの上司やがいたんですよ。もう明日から会社来なくていいからって言ってるやつがいるんですよ、はいはいはい、なんかこの言ってるやつがいる。イントネーションもちょっと変だよね。なんか無理して標準語喋ってる、言ってるやつがいて、うんうん、上司が一人いたね。そんなでこのそんなが、サモンナイトを左遷されたやつらなんですよそうだね、左遷されたキャラクターたちの声を代表してるのが、そんななんですよ。4回ぐらい見てやっと分かってきた配役が。なるほどね。諦めんなよ。で、なぜか松岡修造が出てくるんですよ。待ってこいつ誰なんだよ。松岡修造がここでその左遷してる上司と左遷されたキャラクターたちに説教するっていう。あ、そっか、これ松岡修造か。やれるやれる君ならやれる。そうそうそう、ネバーギブアップ、ネバーギブアップで一旦修造収容。どうしてここでやめるんだよ。できるできる、もっとやれるってやれる気持ちの問題だ。だからこそのネバーギブアップサモンナイト10キロ左遷組の逆襲。こっから俺ね、はい、わかるわかる。あのネバーギブアップで落ちたからね。ネバーギブアップで落ちてるから。いただきます、ありがとうございます。ちょっともうだからこそちょっと聞いて聞いて、ネバーギブアップてなわけで、どうもはじめまして、この動画にアクセスしていただき誠にありがとうございます。このゲームはですね、ちょっと待って、なになになに、なに喋り方でモテようとしてない、あなたなんかさ、なんかイケてるキャラで喋ってない、なんかあのこれは一回みんなにはもう既存気質情報なんですけど、うん、俺ゲーム実況始めた時、うん、一人称俺様で行こうか悩んでました。うわー、でもなんかそのキャラ入ってるよね俺はさ、それこそ加納栄光みたいな、なんか俺様系のキャラ入ってるよね。すごい気持ち悪いと思った。17よ、17歳、17がインターネットを通じて全国に自分のパフォーマンスを届けようとしたんよそりゃ多少崩れるて。いやー、これこそゴリゴリ和彫りのデジタルタトゥーだよな消したいもうすごい色入ってるから消しにくいぞこれ。てなわけで、どうもはじめまして、この動画にアクセスしていただき誠にありがとうございます。腹立つな、この動画にアクセスして聞いたことない挨拶ちょっと気になるな、ちょっと気になるな、この動画にアクセスしていただきありがとうございます。ちょっと気になるな、あんま聞いたことない表現だな、ちょっと気になるわもうちょいきますよ。このゲームはですね、僕がガキの頃に兄貴から買ってもらったなになになに、進まない進まない、なになになに、このシステムやると進まない。なんですか、僕がガキの頃に僕がガキの頃にしたのか、ガキのガキってなわけで、どうもこの動画にアクセスいただき誠にありがとうございます。アクセス、このゲームはですね、僕がガキの頃に兄貴から買ってもらった思い出深いそれなんですけどね、この間友人宅から借りパクされてたのも誠にありがとうございます。もう一回ちょっと聞いて、このゲームはですね、僕がガキの頃に兄貴から買ってもらった思い出深いそれなんですけどね、この間友人宅から借りパクされてたのもやっと吸収できましたので、まあ、せっかくなんでこれを機にね、実況動画という荒波の中に飛び込んでいきたいなって。あ、いや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 、待て、ない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 、実況動画の実況動画という荒波の中に飛び込んでいきたいと思いますないよ、飛び込んでよかったよ、ほんと
今こんだけ多くの人にね応援してもらえるなと思う。待って待って、本当でもあの共感性質やばいからちょっと俺見られないかもしれないな。本当に先輩がギブって言ってやめるから。ありがとうございます。そんなわけで聞き苦しかったり見苦しい至らない部分も多々あるかもしれませんが、まあそこは愛嬌ちゅうことで。あー無理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 、もうまあそこは愛嬌ちゅうことで、まあそこは愛嬌ちゅうことで。もう無理、俺これ以上見られない、これきついわ、ほんときつい。腹立つ、ムカつくなこれ。で一気にもうドンって真ん中ぐらいまで行った状態どうなってるか見てみますか、うん、あ、この動画は1本で完結？全然これパート1ですから、あのパート1ん、いやなんだろう、パート0って書いてます。ーパート0、パート1前編、パート1後編、パート2前編、パート2後編ってやって、あのなんかパートが重ねば再生数落ちると思ったから、うん、あのパートをどんどんあの細分化させるという小尺な戦法に出てたのを思い出しました、今。うわー考えてるね、うん、小尺だなこいつ。なんで第0話にしたかはわからん、もうなんかあどっかでいきなり、まあ、サモンライトちょっと無理かなっていう、もうこれは未来を感じないってなったんだと思うんだけど、 あれもサモンライトパート9でこれで終わってます。で見てよコメント欄でさ、うん、7個帰ってきてーってコメントついてんだよ。へえ、ちゃんとファンは獲得したんだよ。ええー、すごい。きっとパート9再生数どれぐらいなの？パート9再生数300。ああ、これ非公開にしてるから割とその永久凍土のマンモス、永久凍土のマンモスだね、確かにね、あの当時の状態で残ってるってことだよね。そう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 、ああすごいすごい。へえ、じゃあなんかそのパート9まで加算で、うん、成長した状態での声聞いてみるか。だってやけつくんも始めてるから、あーもう多分あのガッチガチのゲーム実況、はいはい、だいぶ力んでたからね、状態からパート9まで来た暁にはもうくろうと実況者よ。そうね、結構長いことやってるし、これなら聞けますか。それだったらいけると思う。私ちょっとこれ聞いてみ、待ってるファンもいる。そうだね、7個帰ってきてーだもん。しゃよしよし、じゃあ今日も張り切ってやっていこう。まずね、朝はこのモナティから会話を始めよう。どんなもんかなって、もうただ単にね、ロリコン、もうただのロリコンになってるけどね、主人公が。もうそこら辺は気にせずやっていこう。あ、リプレの新人イビリが始まってる。わざとこう、足をこう、ガッて出して、これモナティの足を引っ掛けてさ、もうクソつまんなくなった。全然喋んないじゃんこいつ、クソつまんなくなったじゃん。すごいね、パート1の勢いどうなったんだよ。なんていうか、あのツッコミどころもそんななくなったっていうか、クソつまんなくなっとる。本当にただの下手な実況のやつだね。喋らんくなったわ。喋らんくなってる。実況重ねた結果。でも思い出した、俺このゲーム喋ることねえなと思った記憶あるもんね。いや困ってる感じはすごい伝わった。おもろいゲームなんだけど、うん、いざ実況すると何喋っていいか分かんないし、あとフルボイスだから、俺がそもそも喋る隙間がねえってなった。あしょうがないこれみたいな感じで、でこれで今さっき主人公が手伝ったからまた後でいびられるっていう、そういうことばっかり言ってたら、まあまた怒られると思うんで、まああんまり適当なことは言いませんけど、さあどうしようかな。お金がね、これ回復、最近回復しか買ってないでしょ。あと麻痺がちょっと怖いから、あれ前回石化したの麻痺か、あれ本当に怖いんだね。どうしようもないからさ、正直帰ってこなくていいだろ別に。誰だよ帰ってんの待ってたやつ。これマジでさ、全カットでいいよね今のところ。マジで残す意味がないぐらいの、あの帰ってきてって言って、何待ってたんだろう、何を待ってたんだろうね。やばすごいねこれ、すごいよこれ。だって1月28日投稿、
1月28日22時48分に投稿してるってこと。あ、正月ぐらいに撮ったのね。頑張って撮ってさ、滋賀の部屋で高校時代ね、野球部の練習と 大学に向けての勉強との合間を塗って、合間を塗ってのこれよ。この9で終わってるんだっけ。これで終わってる。あ、この最後だけ見てみるか。どこ、あ、引き、うん、ママに聞いたよ、ありがとう。これ一番好感度上がってるのこの子じゃないだろうか。声ちっちゃい。じゃあこういう風に何かに目覚めていく主人公を横目に、今回はこの辺にしたいと思います。じゃあねー。ナナコ帰ってきてー、ナナコ帰ってきてー、ナナコー、じゃあねー、じゃあねー。お前が瞑想列車だよって感じだったけど。じゃあねー、じゃあねー。なんかちょっとこう解放された感のあるジャーネーだったね。なんかもう撮るのつらかったんだろうな。あばよーって感じ。あばよーとつーん。ジャーネー。え、毎回ジャーネーでは終わってないよね。毎回ジャーネーで終わったんかな。なんなの、その一番気合入ってるパート1の終わり方なんかめっちゃ気になるけど。ああ、そうね。でもこれからの左遷組の活躍に乞うご期待ですね。おー、じゃあねー言ってくれよ。じゃあねー待ちだったのに。じゃあねー、ちっちゃいボケ入れてたよね、カンって言ってた。ちょっと今なんかボケだよ。説明もらう、きっかけなんざ関係ねえんだよ。きっかけなんざ関係ねえんだよ。きっかけはフジテレビって。うわー、何よ。うえ、いい加減はフジテレビー。何にもかかってないし、何にもうまくない、何にもうまくないです。ただきっかけって言葉で思いついた言葉言っただけじゃん。何にもかかってないです。それなら予定通り。ほんとかっこいい。あんなもなんかジャーネインはどうして。ほんとかっこいいで終わってる。皆さん見てくださると嬉しいぜってことでね、見てくれてありがとうございました。ありがとうさーん、失礼します。ありがとうさーん、失礼します。ありがとうさーん、失礼します。いや、やっぱね、無の境地っていうのがあるよ。やっぱそのなんか狙ってない極限まで行くと、そうね、奇跡が起きるね、やっぱね。ありがとうさーん、失礼します。ありがとうさーんで終わればいいのに。逃げるよ。ありがとうさーんまでふざけるんだったら、ありがとうさーんで終わればいいのに。ありがとうさーん、失礼します。そこの切り替えがなんかさ。いや、ちょっと野球部感が感じた俺。だから失礼しますって言う、その先輩とかに帰るとき、ありがとうございました、失礼しますってやる。それが多分こうなんかやばいって思った瞬間になんかその残ってたよね、そのなんかやばいって思った、やばいなって思った瞬間に、ありがとうございます、失礼します。そのそそくさ感がめっちゃおもろかったな、なんか。ありがとうございます、失礼します。めちゃめちゃいいじゃん。あー、やばい、あー、おもろいわ、面白いな、終わり方面白い、終わり方面白い。ちょっとなんかもう本人帰ってくるつもりもないじゃんね。ダメだ、どうした。皆さんどうも、久しぶりです、本当にね、うん、どうしよう、あのちょっとうサモンナイトばっかり更新できないのにもね、理由がありますしね、生実家しばらくプレイなんてしちゃったもんだから、次の目この第5話がさ、越せないのなんのって。もうだから一旦ちょっとできるとこまでだけ進めようと思います。早く更新してくれーって思います。まあでも、この精神性はあの
15年後もカップヘッドに繋がっていくっていう、ちょっとああそうね、ちょっとあのなんか通じるものを感じ、通じるものを感じ、やっぱカエルの子はカエルじゃないですかね。待って、俺様って言った、越せないのなんのって、ごめん、この服更新できないのに非常に謝らなきゃいけないことがあってですね、あのサウンナイトをその、俺は俺様はその、いいかいで、俺は俺様、待って、俺様キャラだったっていうのが、俺様って言わなきゃって、残すなよ、そんな音声どうしてる、俺の方カットすればいいじゃん、別にこの動画でサウンナイトをその、俺は俺様はこの動画で一回俺はって言っちゃってんじゃん、じゃねえ、逃げんだって、俺は俺様は失礼します、そそくさと失礼します、そのタイミングで失礼すんな。本当に大変だったんだからね、あのこの目。じゃあまたね。またねで行こうという決意を感じますね、この辺はね。なんかそうだね。俺様に会ってねえだろ、またね。本当ブレてるよな。ではまたである。グワハ。じゃねんぐらい来いよ。その俺様キャラ何なの？グワハハハハ。デーモンかっかみたいな。また俺様の動画が見たいやつは。この我が輩の動画をマイリストするのじゃ、じゃねん、失礼しますぐらいやれって。いや、一本目の動画からそれやってたらもう逸材だよ、マジで。10年に一度の17の小僧がな、あ、高校生、滋賀の片田かね。いや、おもろいな。今年もよろしくお願いしますっていう感じで、ね、じゃこんな感じでね。じゃねん。パークトーク。来たー。びっくりした。びっくりした。これパート何？これパート7。おお。じゃねん。じゃねん。ここで掴んだのかな、なんか。掴んだ。でも初めのなんかあの関西弁の自然体な感じとかもなんか良かったけどね。これでいけよって思ったけど。じゃあねんじゃあねん、待って、パート8もじゃあねんじゃないじゃん。そうだよね、掴んだんじゃないで、9ってことか。じゃあまた今回はこの辺にしたいと思います。じゃあねん。あ見つけた見つけたぞ、いたんだ、こんなところにじゃあねんはいたんだ、どこ探してもいなかったのに、俺の中にじゃあねんがいたんだ。うわー、掴んだね、第7で掴んだね。なんだよ、こっから上り調子じゃん。第8。おお。じゃあ今の第8、第9。おお。待って、第9は。第9で終わってんでしょ、だって。え、9で終わりだっけ。あー、9で終わりだ。掴んだけど。じゃあこういう風に何かに目覚めていく主人公を横目に、今回はこの辺にしたいと思います。じゃあねー。じゃあねん。なんか寂しく感じてきたな、この最後のじゃあねんが。いや待って、先輩、んそのサモンナイトを投稿してる直後の野球つくの終わり方、おお、こんなもんこっちにフィードバックされてる可能性が、こんなもんじゃあねんでしょ。そうだよね、これが俺のやり方だみたいなところあるもんね。まあ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 、まあ、とりあえずまあキャンプ入ったんでちょっと練習して、でまあそのまま静岡行きたいと思います。じゃあのー何今の、何今の、じゃんねん、キャンセルされた、じゃーん。でも普通的、でも言おうとしてたよね今ね、じゃあで、いやだってじゃんねん掴んだもん。今の機材トラブルかな、なんだろう、タイミング切っちゃったのかな。今回はこれら辺にしときます。じゃあね。ほらー、なるほど、ジャネイの時代があるんや。ピカソの青の時代みたいな感じで、ジャネの時代が、ジャネの時代がある。ジャネイに可能性を感じてる時期がある、さあ、じゃあジャネイ
じゃあじゃあねじゃあねって言ってるもんね。ちゃんとじゃあねお気に入ってるよね。俺様構文と一緒じゃん。俺様あすごい、この時の七子なりになんか自分のキャラというかお決まりのフレーズを置いてってんだね。手応え一番感じたのよ、じゃあねん。よう15年も続けたわ。いや本当に七子に歴史ありだな。いや最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またお会いしましょう。あったかくして寝ろよ。おやすみなさい。バイバイ。じゃあねん。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。